ティス山脈か。あの男にいきなり攻撃されてみんな気を失ったから。あ、そうだ、思い出した。一体何だったの？この位置だと、もうすぐ大公国の郊外にある村に着くはずだ。でもまだ距離があるから休んだ方がいいよ。俺はちょっとこの辺りを見てくる。テオ？なんかいつもと違う。どうしてお前が目覚めたというのに、俺の自我が目覚めたままなんだ。何かおかしいな。それはどうだろう。まあおいおいわかる。ずっと息苦しくて退屈してたところだったからちょうどいい。せっかく意思疎通ができるようになったんだ。自己紹介でもしよう。俺の名前はエダ。前世のお前だ。だから一体何のことなんだ。いや、気にするからいけないんだ。無視しよう。テオ、なんか言った？レオナ！この辺りを見てくるって言ってたのに、こんなところで何してるの？ずいぶん探したじゃない。それより、ここはもうすぐ吹雪になりそうだ。あの男について話すべきこともあるし、早くここを抜けよう。あの男って、私たちを攻撃した奴のこと？何か思い当たる節があるのか？どうやらしばらくの間、私が未来を見ることができなかったのは、あの男が関係しているようだ。本当か？あの男、もともとは人間だったようだが、今は人間でもそれ以外でもない別の存在になってしまったようだ。それってどういうこと？人間じゃないって。私もうまく説明するのは難しいんだが、あの男ももともとは人間だったはずなんだ。普通の人間が運命に絡まっている存在であるなら、あの男はその運命から分離されていたというか、私が奴を見た時、未来は完全なる空白だったんだ。人間であるならそんなことはありえない。人間なのに運命がわからないってこと、なんかそれって変じゃない？リリアの言う通りなら、今は人間じゃないってことなのか。ブラッディのような人間みたいな姿を持つ他の存在だから未来が見えないのかも。運命の意図はその生命の正体を教えてくれる。だがあの男の運命は人間だった時のある時点から途切れて動いていない。ここからは私の推測だが、あの男と少しでも関わりのある未来は見えないのかもしれない。ちょっと待ってくれ。未来が見えないって随分前から言ってなかったか？そういえば、確かリディアが未来が見えないって言ったのって、王宮に捕まった時からじゃない？じゃあ、その時からすでにあの男が絡んでたってこと？だが、その時は未来が全く見えなくなったわけではなかった。おそらく、間接的な影響があったのかもしれない。なんで道を塞いどるんや？お前の邪魔をする者に超待ちをやろう。
俺も直接見るのは初めてだけど、綺麗なものなんだな。これが海。水が砂よりも多いなんて。それより、あそこに村があるみたいだ。本当？じゃあ、ついに大公国に到着したの？大公国の細かい地理まではわからないけど。村が見えるし、そうなんじゃないかな。大公国の騎士たちと戦ったことはあるけど、ここへ来るのは初めてだから、俺もよくわからないな。心配することないよ。もし何か起きたら、俺がどうにかしてみせる。へえ。じゃあ頼りにしてるね、テオ。ほう、仲間に随分頼られてるんだな。この村を襲いに来たのか。今回はただじゃ返さないぜ。このゼロムが相手してやるぜ。うりゃうりゃ大量だ。うりゃはっやっていててていてては
地位も力も。うやはあ、よいしょ。はあ、うやじゃ大量だ。うはあ、よっこれが私の全力。いきます。はっ、ギルティーバスター。うやっ、はっ、うやっ、大量だ。はっ、はっ、はっ、うっ、はっ、よっ、はあ、や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 っ、大量だ。うりゃ、はあ、よいしょ。はあ、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 やっ、やっ、用意はいいか。三枚おろしにしてやる。やっ、はあ、うっ、はあ、やっ、用意はいいか。三枚おろし、うりゃ、はあ、はあ、やっ、用意はいいか。さあ、うっ、はあ、やっ、うりゃ、用意はいいか。三枚、よっ、よいしょ、完成。やっ、はあ、用意はいいか。うっ、はあ、やっ、はあ、はあ、よいしょ。用意はいいか。ローレルは俺が。何、海賊じゃないだって？それじゃ何しにここに来たんだ？俺たちは流れの傭兵です。さっきの発言から察すると村で何か困ったことがあるんですよね。俺たちでよければ力になりますか？こうやって返すのもバレてないね。ちょっと待て、見ず知らずのお前らがなぜ村を助ける必要がある？そうですね、俺たちは今請け負っている依頼もありません。そしてそちらは村を海賊から守る必要がある。え、ちょっと、まさか。そちらがよろしければ村を海賊から守ることを条件にしばらくの間止めてもらえないでしょうか？双方にとって悪い話ではないかと思いますが。ああ、このか弱い少女は喉が渇いて今にも倒れそうです。今回はそこのお嬢さんのおかげで助かったと思うんだね。さあ、お嬢さん、このお水をどうぞ。
まあ、ありがとうございます。あの、俺たち長い間モンスターを退治してたから、最近の大広告の情報については何も知らなくて。海賊のこと、よかったら教えてもらえませんか？あ？なぜモンスター退治なんかを？え？だって、ここでは人々がモンスターから被害を受けることなんてほとんどないし、お金にもならないじゃないか。え？そうなんですか？俺も田舎もんだけど、お前たちは一体どれだけ世の中を知らないんだ？本当に傭兵なのか？まあいいさ。大広告では結界石って芋を立ててからモンスターからは襲われなくなったんだ。だが逆に戦争のせいで物資が足りなくなって、山賊やら海賊やらが出没するようになって別の問題が発生している。じゃあここはモンスターの被害はないんですね？全くないってわけじゃないけどな。でも最近は結界石では防げない、異種族や人間の方がもっと恐ろしいのさ。とにかく誰でもいいから異種族や海賊から村人を全部守ってくれたらいいんだが。ではこの村の用心棒として俺たちを正式に雇ってくれませんか？ここにいる間は俺たちが村人を守ってみせます。まあいいだろう。最近は海賊のせいで魚一匹捕まえるのも難しかったんだ。海賊どもを追い返してくれるならありがたい。俺の名前はゼロム。そしてこの村はチェット村だ。覚えておいてくれ。テオ、本当にここに居座るつもり？私たちが王国側の人間ってバレたらどうするの？レオナ、ここは王国と雰囲気が違いすぎる。異種族とモンスターを区別しているんだそうだ。何の情報もなしにむやみに動いたって他で疑われやすくなる。動くにしても十分な情報を得てからの方がいい。それには私も賛成だ。私たちはここの情報が少なすぎる。それに結界石というのも気になるな。もしかすると長老の使う力と同じものかもしれない。どうやってこんな郊外の村にまでそのような力を持っているものを設置したのか。あれ、元のリディアに戻ったみたい。そうだな。とにかく情報を集めることに集中しよう。生きるか。その生きるということを言い訳に、本当に守るべき大切なものをなくさないように気をつけることだ。料理、始めるよ。よいしょ。治安キシャリー。
おやおや、なぜお嬢さんたちまでここに来たんだい？この付近の海賊を追い返してきました。村は大丈夫でしたか？おかげさまで今日は海賊たちは現れなかったな。今日は魚を捕まえに行けそうだ。この村は平穏でいいですね。もしよければ結界石というものを見に行ってもよいでしょうか？もちろんだとも、リディアお嬢さん。レオナお嬢さんも一緒にどうかな？へえ、なんかここでは女性への扱いが全然違うんだね。みんなそうなのかな？もし海賊側に女性がいたらどうなるんだろう。だからテオ、これを盗んだり壊そうなんて考えるんじゃないぞ。しないよ、そんなこと。まあ、ゼロムさんたらそんなひどいこと。へへ、冗談ですよ。さーて、魚を捕まえに行かないとな。うえ、何あの人、テオとリディアへの態度が全然違うじゃない。あまり気にしない方がいい。それにしても、この結界石。うん、この結界石がどうかしたの？長老の力より精巧さはないし、力も強くないが、それなりに機能はしているようだ。そう？エネルギーは感じるけど、本当にこんなんでモンスターを防げるのかな？不思議。そんなエネルギーが感じられるのか。俺は何も感じないんだけど。こんな郊外の村にまであるっていうことは、国中にあるってことだよね。王国には首都のケテルでさえなかったのに。テオは大公国にこの装置があること知ってた？こんな田舎にまであるくらいだから、かなり隅々まで支給されてるんじゃない？いや、初めて聞いた。俺たちが知ってる大公国の情報では、かなりの悪者で、技術力も低い国家だったから。この装置を見ただけでも、技術力が低いとは到底思えない。むしろ、ヘルドレア王国より優れている気がする。ふん、大したことないぞ。ただホムンクルスの認識波長を妨害して、近づかないようにしているだけの雑な装置だ。ブラッディだと？久しぶりに聞く名前だな。奴に会ったのか？まあなんだ、同僚みたいなもんさ。確かに不死身だからまだ生きていても不思議じゃないな。一番の原因をたどるなら俺のせいだ。だがその時はそうするしかなかったんだ。他にも様々な問題が重なってはいたが、おそらく俺の代わりにローウェンが。いや、そうだったとしてもおかしい。誰かが最後にプログラムを書き換えたのか。もしかすると、お前がモンスターを全て退治すると言ったのも、あながちおかしいことでもなさそうだな。テオ？聞いてる？ねえ、テオってば。急に真剣な顔になって何考えてたの？大丈夫？ほら、あそこ見てよ。あれは海賊たちがたくさん押し寄せてきたの。この村が標的になったみたい。
ゼロムが言っていた通り、結界石は異種族や海賊には効果がないようだ。まさか大公国は結界以外の治安活動は何もしていないのか。狼の匂いがする。集中しないと、あの悪魔、あなたたちの目の前で再現してあげる。消えた！で、俺か。はぁ、よいしょ。はぁ、まっ、ここで。はぁ、やっ、やられたっていうのかい？お前たち一体何をやってんだ。こんなひよっこに返り討ちに遭ってどうしろって言うんだい。情けないね。海賊の船長は？船長なんてダサい呼び方はやめてくれ。女王様だよ、女王様。このあたいに戦いを挑むのか。えいっ、やっ、うりゃだ、はいやめ、はっ、うりゃっ、やっ、あーでやっ、はっ、はいや、えいっ、やっ、うりゃっ、はっ、うりゃっ、あの悪魔、あなたたちの目の前で再現してあげる。消えた！うりゃだ！えい！うりゃ！よっ！よいしょ！完成！よっ！えい！うりゃ！いいね。
えないで。やっ助けて。マー君、あなたたちの目の前で再現してあげる。消えちゃえ！ブリット。キャー！痛いじゃないか！何すんだよもう！よくもあたいの体に傷をつけてくれたね！もうこの村を荒らすのをやめろ！お前たちのせいで村の人たちが困ってるんだ！そんな事情は知ったこっちゃないね。あたいは今腹が減っているんだ。奪ったってどうせ大したことじゃないだろ。私にはこの時